どうしたの？顔が赤いよ。体が熱い？そう。喉が渇いた？水ならあるよ。どうぞ。そんなに勢いよく傾けて。水がこぼれちゃった。大丈夫？胸元がびちょびちょだよ。手に力が入らないの？そんなに熱が高いのかな。でもそのままだと風邪ひいちゃうね。仕方がないね。俺が脱がしてあげるよ。ボタンは外してやるから、あとは自分で脱げよ。体がビクビクしてるけど大丈夫？寒い？熱は？そこまで高くないみたいだけど、体が熱くて少し触れられるだけで体がビクビクしてるよ。どうやら薬が効いてきたみたいだね。首筋に指を這わせるだけでとても感じてる。俺の言ってることも理解するのがやっとか。こうやって触れられるだけで感じるでしょう。快感は痛みよりも抗いがたいだろう。お前が俺だけを見て、俺だけを求めてくれるようにしたはずなのに、お前は俺を選ばなかった。だけど俺はお前を誰にも渡すつもりはないんだよ。たとえお前が朦朧とする意識の中で別の男の名前を呼んだとしても、このままずっと俺と二人だけで楽しもうぜ。